ご視聴ありがとうございます。今回は、1980年代後半の、マイクロソフトが IBM と、決別して、大企業へと躍進した時代を、案内します。マイクロソフトの歴史は、大きく分けて、1970年代の、プログラム言語ツールの時代、1980年代の、MS-DOS の時代、1990年代の、Windows 3.1 と、Windows 95 の、時代、2000年代の Windows XP の、時代の4つに分かれます。今回は、1980年代の、MS-DOS の時代から、1990年代の、Windows の時代までの出来事を、案内します。マイクロソフトの始まりは、1970年代の、プログラム言語ツールの開発、販売からなんだけど、1980年代に、当時、コンピューター業界の巨人だった、IBM の PC にマイクロソフトの、OS が採用され、その後、巨大企業へと成長していったというのが、大きな流れなんだけど、実は、IBM がマイクロソフトの、OS を採用した後も、マイクロソフトは、まだ安泰ではなかったんだよ。マイクロソフトが、判断を誤れば、消えていた可能性もあるんだよ。マイクロソフトが消滅。1980年代、マイクロソフトは MS-DOS で、OS の世界標準を、獲得したんだけど、MS-DOS に代わる、次世代の OS 獲得競争が、始まっていたんだ。1984年、Apple が GUI 搭載の、パソコン、マッキントッシュを発売。GUI って何？ GUI とは、グラフィカル、ユーザー、インターフェースの、略で、ユーザーにグラフィカルでわかりやすい画面のことだよ。今までのパソコンは、GUI、キャラクター、ユーザー、インターフェースの、略なんだけど、グラフィックのない文字だけの、画面だったんだ。GUI の方がわかりやすそう。そうなんだ。1980年代中頃から、ユーザーの GUI のニーズが、高まって、MS-DOS の次は、GUI 搭載の OS 開発が、必要だったんだ。どの企業が、GUI 搭載の世界標準の OS を、獲得できるのか。そういうことだね。ここで登場するのが IBM と、マイクロソフト。私は、MS-DOS でマイクロソフトに、世界標準を取られてしまったが、次世代の OS では、主導権を取り戻すぞ。マイクロソフトのビル・ゲイツ。MS-DOS で世界標準を、獲得できたけど、次世代 OS ではどうなるかわからないな。ここから IBM とマイクロソフトとの次世代 OS に向けた駆け引きが始まるんだ。次世代 OS はやはり GUI になるな。開発はどうするか。自社開発。いや、自社開発すれば IBM に歯向かうことになる。IBM は巨大な企業だ。まともに戦えば勝ち目はない。今の MS-DOS の優勢をひっくり返される可能性があるし、それに GUI の自社開発には技術も人材も不足している。とてもリスクが高いなぁ。IBM も次世代 OS の開発に動いているみたいだし、どうしたものか。そうだ、IBM がいくら巨大企業とはいえ、単独開発にはリスクが高すぎる。それに、我が社の MS-DOS の開発ノウハウも必要とするはず。IBM、マイクロソフトビル・ゲイツ。次世代の OS は、やはり GUI ですよ。次世代の OS 開発は、一緒に開発しませんか？我が社からも技術者派遣しますから。
うして、1985年、IBM とマイクロソフトは MS-DOS に、続く、次世代 OS を、共同開発することとなった。IBM とマイクロソフトが、共同開発する OS 名は、OS2、正式名称は IBM、オペレーティング、システム2。IBM の OS パート2。この頃、IBM とマイクロソフトが、考えていたことは、IBM、マイクロソフトと共同開発は、するけど、あくまで IBM 主導で、開発するぞ。そして、ゆくゆくはマイクロソフトの影響力を、落として、IBM が次世代 OS の、世界標準となる。最初は、共同開発それから、IBM 単独路線へと、シフトしてゆく。マイクロソフトのビル・ゲイツ。今は、巨大企業 IBM と、共同開発で仲良くしてゆこう。そして、マイクロソフトの技術を売り込んで、なんとか次世代 OS に影響力を、残したい。当時、IBM の方がコンピューター業界で、圧倒的な影響力を、持っていたんだ。マイクロソフトとしては、IBM との関係を、なんとか保つために必死だったんだ。よくある、巨大企業と中小企業との、関係みたいだね。しかし、IBM は次世代 OS の、開発に GUI を採用することには、積極的ではなかったんだ。マイクロソフトは、自社開発の GUI 対応の、OS、Windows を売り込んだんだけど、IBM は、首を縦に振らない。マイクロソフトは、GUI、OS の自社開発を、していたの？そうなんだ。ビル・ゲイツは、次世代 OS のトレンドは、GUI 搭載の OS だと、睨んでいたんだ。でも、IBM は関心を、示さない。そうなんだ。それで、マイクロソフトは、1985年に、Windows 1.0 を、リリース。1987年には、Windows 2.0 をリリース。この頃の Windows は、あくまでも MS-DOS の拡張版機能で、MS-DOS で GUI が利用できる製品という意味合いだったんだ。マイクロソフトは自社開発して GUI 搭載 OS の模索は始めていたんだね。Windows の評判は？あまり芳しくなかった。マイクロソフトにはまだ GUI OS の技術が未熟で、ノウハウの蓄積が足りなかったんだ。ということで、マイクロソフトのビル・ゲイツは、IBM と共同開発しながら、自社で GUI 搭載 OS の模索を始めていたんだ。しかし、IBM との共同開発である OS2 は開発が難航。開発開始から2年後の1987年、ようやく OS2 バージョン 1.0 が完成した。しかし、OS2 バージョン 1.0 の出来は散々。画面は、GUI 搭載ではなく、CUI。全然、次世代 OS じゃないじゃない。そうなんだ。開発方針で、IBM とマイクロソフトはギクシャクし始め、その後、IBM はマイクロソフトへ、MS-DOS のロイヤルティ分割や、OS2 の開発費用の、分担など、圧力をかけ始めるんだ。巨大企業の中小企業いじめ？マイクロソフトのビル・ゲイツ。己 IBM、このままでは、IBM に潰されてしまう。今は我慢だ。しかし、OS2 の開発は難航しているし、IBM との共存もこの先は難しいな。自社開発も進めて、独立独歩の希望も捨てないでいこう。この頃から、マイクロソフトと IBM との、関係は、険悪になり始めていた。マイクロソフトは、自社開発の次世代 OS に、希望を託し始めていたんだ。次世代 OS の Windows 3.0 の開発を始めるぞ。1988年、IBM は GUI 画面の、OS2 バージョン 1.1 を、発売。マイクロソフトは、IBM との共同開発を、進めながら、一方で Windows 3.0 の開発を進めていた。Windows 1.0 と Windows 2.0 から多くのノウハウを蓄積したマイクロソフトは、
今度の Windows 3.0 はいいものができそうだぞ。 IBM の圧力にはもう飽き飽きだ。マイクロソフトは IBM から手を切り、独立独歩の道を進む。マイクロソフトのビル・ゲイツは表向き IBM との共存と見せかけて、裏では着実に独立独歩の道を進めていた。マイクロソフトのビル・ゲイツ、 Windows 3.0 の開発を急ごう。 IBM を出し抜いてやるー。1990年、マイクロソフト Windows 3.0 を発売。Windows 3.0 は大ヒット。なるほど。こうして、Windows は次世代 OS として、世界標準への道を進んでいったんだ。IBM。おのれビル・ゲイツ。IBM もすかさず、1991年、OS2 バージョン 2.0 を発売。しかし、時、すでに遅し。マイクロソフトの Windows 3.0 が普及し、OS2 バージョン 2.0 の存在は霞んでしまう。1992年、マイクロソフトはバージョンアップした Windows 3.1 を発売。販売本数は1億本を超え、次世代 OS の世界標準を盤石にしたんだ。この後、マイクロソフトは1995年に Windows 95を発売。2001年には Windows XP を発売。この後、コンピューター業界の巨人へと成長してゆくんだ。OS2 は？その後、バージョンアップを重ねていったんだけど、全く普及せず、IBM は2006年に全ての開発を中止する。OS2 は歴史の中に埋もれていったんだ。もし、マイクロソフトが Windows 3.0 の開発に成功していなければ、IBM が OS2 の開発に遅れなければ、その後のコンピュータの歴史は変わっていたかもしれないね。後に、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツは、インタビューでこう語っています。ビル・ゲイツさん、Windows は、なぜこんなに成功したのですか？マイクロソフトは、多くの失敗をし、多くの窮地に直面してきました。でも、Windows が成功できたのは、成功するまで、諦めなかったからです。